ブラックコーヒーは、イギリスの小説家、アガサ・クリスティの擬曲、エルキュール・ポアローものの推理劇である。1930年にかつて、ロンドン北西部にあった、スイスコテージのエンバシーシアターで初演。翌年同市内、ウエストエンドのセント・マーチンズ・シアターにて公演。クリスティ作品の擬曲家は1928年に、アクロイド・ゴロシを原作とした、アリバイガールが、 クリスティ自身が執筆した擬曲としては、これが初作品である。1997年にチャールズ・オズボーンによって小説化された。日本語版としては2008年現在、早川書房から擬曲版と小説版の両方が出版されている。科学者のクロード・エイ・モリー卿は、家族を前にして、探偵のエルキュール・ポワルを家に呼んだと言った。彼は、 研究していた新しい原子爆発の方程式が盗まれたと言い,い、部屋を真っ暗にしておく間に、方程式が入った封筒を返すように進めた。その後、電気がつき、封筒が机に置かれていたが、クロードは死んでおり、封筒はからだった。クロード・エイモリー協定の読書室を舞台とする三幕、構成。なお、エイモリー邸は、ロンドンから約25マイル離れたアボットクレーブにある。 日本語翻訳版のみ記載する ABC クリスティの他の作品にも多く登場するキャラクターである第一幕のリチャードのセリフから引用ありがとうございます。